手に由来する長さの単位シャフト面とハンドパームスパンフィンガーディジットフィンガーはヤードポンド法で使用される長さの単位である。大きく分けて2種類の異なる定義がある。成人男性の親指以外の指の幅に由来する。この意味のフィンガーはフィンガーブレドスともいい、日本語では指幅と訳されることがある。具体的な長さは一定せず、 と各種の定義がある。また、1インチ近くとも表現される。主に酒、特に水割りする前のウイスキーの計量に用いられ、グラスに入れた時の液鉱をフィンガーで測る。実際には、正確に3、4から7、8インチ単位で測るわけではなく、自身の指を使うので、人によって1フィンガーの液鉱は異なり、グラスが異なれば、それに対応する液量も異なる。 この液量を、アメリカでは俗に、ニップとも呼ぶと呼ぶが、ニップは 16A、ジル 23.667ml ないし7 5 3 2 m l イコール 23.4375ml に等しい体積の単位でもある。18アードイコール4プラス12インチイコール1 1 4 3トルと定義される。 中指の長さに由来する、布地の寸法を測るのに使われる、ありがとうございます。